俳優、そして歌手として活躍している前例や、高い演技力と優れた容姿で、男女問わず多くの人から支持されています。そんな前例やの出演作や彼氏、シンデレラのようなドレスといった様々な情報をご紹介します。カリフォルニア州オークランドに生まれた前例や、両親は二人とも教師で、父はアフリカ。母はドイツ・スコットランド系アメリカ人というルーツを持つ。本名は前例やマリー・ストーマー・コールマン、前代やメリー・ストナーマー・コールマンと、前例やは2010年から2013年まで放映されたディズニーチャンネルのシェキラで有名になります。同作は親友と共にダンサーとして成長していく少女の物語。前例やが披露するダンスシーンも見どころです。また、2012年には映画フレネミーズで主演を務めました。歌手としても2013年のファーストアルバム前例やは売り上げ100万枚を超えたヒットを出しています。2017年には映画スパイダーマンホームカミングでMJ ことミシェル役を務め、ゼンダイアがシェアした投稿を2017年6月月25日午後4時45分 PDT、ゼンデイアにとって2017年は飛躍。映画、グレーテストショーマンにも出演しています。2018年には、ファッションブランド、トミー・ヒルフィガーのカプセルコレクションに参加。ファッションセンスも評価が高い。2019年のメットガラで着た色の変わるシンデレラ風衣装が話題となりました。ゼンダイアがシェアした投稿を2019年5月月7日午前8時44分 PDT 投稿の写真右側にある矢印をクリックすると2枚目の写真も見ることができ。ゼンダイアがシェアした投稿2019年5月月6日午後9時12分 PDT 前例や電気の仕掛けで色が変わるようになっていました。前例やは足の長さや美貌でも知られています。ですが2015年肌や体を細く修正された自身の写真が出回ったことに抗議しました。修正された写真に前例やは女性に誤った美意識を植え付ける非現実的な美であり、私は本来の自分の姿を愛しているとコメントしたと言います。自身のインスタグラムで前例やは修正後と修正前の本来の姿を比較した画像を提供しました。本来の姿は右となります。ゼンダイアがシェアした投稿を2015年10月月20日午後7時49分 PDT 前例やはインスタグラムのアカウントを開設し、修正をしなくても美しい画像を多く投稿しています。ゼンダイアがシェアした投稿を2019年9月月23日午後12時49分 PDT 担当ゼンダイアがシェアした投稿を2018年5月月8日午前2時46分 PDT 前例やは過去に映画スパイダーマンシリーズで共演した俳優トム・ホランドと交際が噂されています。しかしトム・ホランドは2019年に別の女性とデート中との報道が。前例やも同年9月に俳優ジェイコブ・エローディと恋人関係か、と報じる。写真は、イメージ前例やとジェイコブ・エローディの関係についての、二人がギリシアでバカンスを楽しんでいるという目撃証言に基づくものです。残念。前例やとギリシアに旅行した人は、ジェイコブ・エローディだけでなく、彼女のスタイリストや、アシスタントも同行していたそう。まだ前例やのロマンスは確実とは言えないようで。
禅鯨屋は2019年2月に化粧品ブランドランコムのブランドアンバサダーに選ばれ、同年夏に公開の映画スパイダーマンファーフロムホームにも引き続き MJ 役として出演。また禅鯨屋は TV ドラマユーフォリアにも主演。ドラッグに苦しむティーンエイジャーを演じることとなります。日本では2019年10月30日からスターチャンネルで映画デューンサの惑星のリメイク版にも出演することが決定しました。2020年末の公開が予定されています。禅鯨屋は美しい容姿と優れた演技力を駆使してキャリアを築いています。演技だけでなく歌やダンスでも観客を熱狂させてくれることでしょう。禅鯨屋のこれからに注目です。本名、禅鯨屋マレ・スターマー・コールマン、生年月日、1996年9月1日出身地、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド、身長、約180センチメートル、カリフォルニア州、オークランド生まれ。父は、アフリカ系、母はドイツ・スコットランド系アメリカ人と2010から13年のドラマ、シェキラで有名に、2012年には映画、フレネミーズで主演。2013年には歌手として出したファーストアルバム、禅鯨屋で売り上げ100万枚を、2017年からは映画、スパイダーマン、ホームカミングで、ヒロインの MJ 役を務める。ファッションセンスが、トミー・ヒルフィガーのカプセルコレクションにも参加し、2020年末公開予定のデューンサの惑星のリメイク版に出演が決まっている。文、構成、グレープ編集部。